格闘技イベント、ブレイキングダウン13、東京立川立日アリーナ、アベマ p p v オンラインライブで生中継、第1日、行われている。第12試合では喧嘩し、村田正和、38、ら大阪喧嘩自慢の力と対戦し、KO 負け。危険な倒れ方をしたまま単価で搬送された。写真、立ち上がれずドクター駆けつけ、喧嘩し、 村田正和が単価で運ばれていく様子、ブレイキングダウンらしい打ち合いになったこの試合。喧嘩師として知られる村田は序盤、勢いが良かったが、力の猛攻に下がり出すと防戦一方に。最後は刑事祭で膝蹴りやフックなどを立て続けに被弾。時間差でうつ伏せになるような形で倒れ、試合は終わった。ボングが鳴った瞬間、ドクター数人が走って村田の元へ。 すぐに担架が用意され、会場が騒然とする中搬送されていた。視聴者からは、何かアクシデントあったか、完全に意識飛んでたな、硬直したみたい、もう年だな、など心配の声が上がっている。